アダム・ J ・フェデリッチは、オーストラリア・シドニー出身の同国代表サッカー、選手。ポジションは GK。名字は、フェデリッチとも表記される。ナウラの南東に位置するハスキンソンにあるチームでキャリアを、はじめ、AIS に所属。その後、ヨーロッパでプレーする夢を追い求め17歳で、イングランドへ渡った。シェフィールド・ウェンズデイ FC とボルトン・ワンダラーズ FC の、 トライアルを受けた後、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC のトライアルに参加し、2003年2月にシーズン終了までの非契約型で加入。イタリアの ASD トレスカルチョで過ごした後、イングランドへ戻りリーズ・ユナイテッド AFC のトライアルに参加するも契約を勝ち取ることはできなかった。2005年冬にレディング FC に非契約型で加入すると、すぐさま、 メイデンヘッドユナイテッド FC へ貸し出され、2005から06、シーズン後半は、ノースウッド FC で過ごした。2006年夏にようやくプロ契約を結ぶと、7月15日の、プレシーズンマッチブロムリー FC 戦で、急遽ストライカーとして起用され、唯一のゴールを決めた。2006年8月29日、ブリストルシティ FC に貸し出されるもファーストチームでの、 出番はなく10月27日に返却された。2007年3月12日、レディングと2008の09シーズン終了までの2年契約を結んだ。2月17日の FA カップ5回戦ウォールド、トランフォードで行われた、マンチェスターユナイテッド FC 戦2に2軍で挑みながらも、フェデリチのファインセーブを連発する活躍により1から1の引き分けに持ち込んだ。 このパフォーマンスから5回戦の最優秀選手に選ばれたが、27日の再試合は6分間で3点を許してしまい敗退した。4月1日、0から1で敗れたトッテナムホットスパー FC 戦で、政治家系のマーカス・ハーネマンが腰を負傷したことにより、ハーネマンに代わり後半から出場し、リーグデビューを果たした。また、3から3で引き分けた。 ブラックバーン・ローバーズ FC 戦で、ハーネマンが手を負傷したことにより、後半から出場した。2008年9月25日、3部のサウスエンド、ユナイテッド FC に貸し出され、翌日の3から0で勝利したレートン・オリエント、FC 戦でデビューした。10月に、レンタル期間が数ヶ月延長され、最終的に10試合に出場した。12月に、ローン期間が終了し、 クラブに復帰すると2011年夏まで契約延長。この月の間のブラックプール FC 戦でハーネマンがふくらはぎを負傷したことにより終盤に交代出場した。また、この怪我で数週間の離脱が決定したため先発の座を掴むようになった。次節のノリジシティ FC 戦で初スタメン出場し無失点に抑え、そのパフォーマンスにスティーブ・コッペル監督は 賞賛を送った。2008年12月26日、カーディフシティ FC 戦で89分にマイケル・チョプラにゴールを決められ、そのまま敗北すると思われたが、スティーブン・ハントの CEK からマイケル・デュベリーのヘディングシュートをクリアされたところに詰め、試合終了間際の96分にゴールを決め1から1の引き分けに持ち込んだ。2009から10シーズン前、 ハーネマンがウルバーハンプトンに移籍したことによりセバン号1を引き継いだ。2009年8月18日、2部のスウォンジーシティ AFC 戦で2度の至近距離からのシュートを止め、0から0の引き分けに貢献。試合後、このセーブを自身のキャリアでベストの中の2つだと語った。2011から12シーズンは政治家として、 全42試合に出場しクラブの5シーズンぶりのプレミアリーグ復帰に貢献した。2015年5月27日、プレミアリーグ昇格を果たした AFC ボーンマスに3年契約で移籍した。2017から18シーズンはノッティンガムフォレスト FC へレンタル移籍すると発表されていたが、オーストラリア代表に招集されている最中の負傷により手術を行い、 その影響で遺跡は解消され、ボーマスへ復帰した。2018年7月3日、ストークシティ FC へ遺跡した。U-20 時代に 2005FIFA ワールドユース選手権に出場。2007年1月29日、ロンドンで行われるデンマークとの親善試合に向けて、合宿に呼ばれ、6月2日のウルグアイ戦で、発ンチ入りした。2008年、 北京オリンピックのメンバーに選ばれ、政治家としてグループステージ全3試合に出場した。2010FIFA ワールドカップ直前の5月24日のニュージーランド戦で初キャップを記録し、ワールドカップのメンバー入りを果たした。大会では、全3試合をマークシュワルツァーの控えとして過ごし出番はなかった。また、4月10日にイタリア人の家系に生まれ、 イタリアのパスポートを所持していたことから、イタリアサッカー連盟がコンタクトを取ってきため、マルチェロ・リッピ監督率いるイタリア代表として、プレーする、可能性があった。2011年10月11日、2014フィファ、ワールドカップ、アジア予選の3-0で勝利した、オマーン戦で公式戦初出場し、アーメドム・バラクの FK を素晴らしいセーブをするなど、無失点に貢献した。 ありがとうございます。